これ持ってってね。旅のお守りと健康のお守りと上昇祈願のお守り。はい。最後にお願いがあります。何？何でも言って。うだやちちびえっせいのおくと言っていただけますか？な、何それ？よくわからないけど、うだやちちびえっせいのおく、これでいいかしら？ボルグさん、スパッセイバ、マジ。なあ、あの最後の言葉は何なんだい？ロシア語だよな。日本でいう元気が出るおまじないですね。へぇ。ウダーチチビエシノーク、スパッセイバ、マジ。一歩も見送りに来れなくて残念だったよね。いいんです、彼には前も見送りしてもらった。だけど今回は別れの言葉はいらない。遠く離れていてもきっとまた会える。ボクシングを続けていればきっとまた。一歩にそう伝えておくよ。相当ショックのようじゃな。想像をはるかに超えておった。わしも驚いた。デンプシーロールは死んだんですね。ああ、だがもう一つ驚愕の事実がある。もう一つ？デンプシーロールの破壊力を倍返しにするカウンター。ボルグはそれがどういう意味を持つかを知っていた。気の優しいボルグはタイミングとパンチを合わせただけじゃ。合わせただけ？貴様、手を抜かれたのじゃ。情けをかけた拳で失神させられたのじゃ。沢村は当然情けなどかけん。何のためらいもなくパンチを振り抜くじゃろう。その結果どうなる？技が死ぬだけならまだいい。失神しても目を覚ましてくれればやり直せる。ただもし万が一二度と目を覚まさない事態が起きてしまったら。先輩、まだ屋上ですか？ショックだろうな。自分がどういう風に負けるかって具体的に分かっちまったんだからな。知らねえ方が良かったのかもしれねえな。あんなおっかねえ結果が待ってたら試合なんてやる気なくなっちまうぜ。今さら逃げらんねえっての。先輩は逃げないですよ。このまま終わる人じゃないです。ボルグさんだってそう期待して先輩のためにやってくれたはずです。そりゃそうだけど、果たして耐えきれるかな。一歩には重てえよ。あまりにも重い置き土産だぜ。小僧、やれることは全部やってみます。不安があっても少しでも減らすよう練習をして、やり残しだけはなくしたいです。そうすれば新しい希望も湧くはずです。この状況で希望じゃと？はい。どうやってやられるかが分かっていれば対策も考えやすいはずですから。そうでなければボルグが必死にやってくれた意味もなくなるからな。はい。強がりじゃ、精一杯虚勢を張っておるわい。そうでもしなければたちまち恐怖心に飲み込まれてしまうのじゃろう。対策はある。しかし言えんのじゃ。その者とは貴様の強靭な